宝玉とはよく名付けたものだ。来たか、浦原喜助。浦原さん、お久しぶりっす。100年ぶりだね。しばらく見ないうちに。変化の途中というのは醜いものだ。宝玉と君が御しきれなかった宝玉をね。御しきれなかった、どちらでもいいこと。すでに浦原さん、陸上航路。そんな道具が入っていたな。この程度の爆動で私を縛ってどこまでがこの程度っすか。砂上砂漠、よしばり。我が指を見よ。高校として起用、千住高天大砲。すげえ。アイゼンさん、宝玉の力を取り込んだことで。その通りだよ、ま、感じるのだ。違いますよ。何の策もなく僕に二度も触れることも。あなたは内側から焼き尽くされる。あんなもんでおしまいなら出てきますよ。なんだよ。この夏も私に届くことはないのだ。いいだろう。ヨルイチさん、避けてください。もう終わりじゃないだ。ならば私のなすべき次の手を打つか。参ったっすね。わしのせいみたいな言い方しよって。わかったわかった、わかりましたから。騒ぐことはない。来ますよ。わかっとること。もう無理やって。決定打を打ち損ねて。何を見てるんすか。君のことだ。警戒はしないんじゃなかったんすか。観察だよ。私は君に興味がある。波動の三重に動かせん。シバリベニヒメ、術つなぎ。こんなものが奥の手口が天章。どうすか。わからん。いい斬撃だった。なんだあの中は。私の力も理解してもらう。